皆さんこんにちは。ご紹介今いただきました笠井と申します。今日はまずびっくりしてます。こんなマニアックなですねタイトルといいますか、これかな、生ゴミの話なんかみんな聞きたいのかなと思いながら誰もこれ来ないじゃないかなと思いながらですね、ちょっと心配してましたが、非常にですね多くの方にお越しいただきましてありがとうございます。私はですね今ご紹介ありましたが、農業、本当は銀行に入ったんですが、なぜか、20年ぐらい前からかな、なんか農業、だんだん、もともと農学部だったんですよ。で、だんだん化けの皮が剥がれて、今はお金勘定は全くせずに、農場とかですね、いろんなところに入り浸っておりましてですね、今日はですね、クリーンセンターで、いろいろとですね、毎日ゴミと呼ばれるものが、ここに集められてですね、燃やされるというようなことが多いんですが、そう燃やさないというような、ことをですね、なんとかできないかということをですね、ちょっと皆さんと共に考えたいと思います。では1時間ほどお付き合いください。お手元に ある資料と中身は一緒ですので、どちらを見ていただいても構いません。自己紹介は見ていただければいいんですけれども、今申し上げた通り銀行の農場、OKB 農場なんていうのがありまして、そちらの運営も合わせて担当いたしております。はい、皆さんの OKB 農場ってご存知の方手を挙げてください。さすがに大垣では結構知られる、もうねかれこれ10年近くなりました。もうそんなになるんだなと思ってますが、ここになんかだらだら書いてありますけれども、基本的にはですねオーガニックな農場でございまして、実は農場を作る2年ほど前に堆肥場を作りました。もみ殻の堆肥を作ってます。でそこで、実は某、ホームセンター B さんにもみ殻入りの堆肥がいろいろ並んでるんですが、それはうちから出たやつです。結構、真面目にですねメーカーとしてもみ殻の堆肥を生産したりもしてます。あと10年もやってるといろんなところと仲良くなって、またこういった格好でですね大垣市さんの、絡みでですねいろいろと、お仕事もさせていただいたり、あるいは銀行の取引先で農業がやりたいなんていうところにですね出向いて一緒になっていろいろ考えたり、とかをしております。ですね、ここからちょっと OKB 農場で、ちょっとやってることをささっと、ですねお話をしたいと思います。今申し上げたもみ殻堆肥の生産というのは、どういうことかというとですね、これもお米を作ってる、お米ができました、稲刈りをします。でそうするとねもみ殻に入ったお米がまず出てきます。でそうするともみ殻を取らないと人間が食べれないのでもみすりということをしますが、そうするとですね、ものすごい量のもみ殻が出てきまして、それをですね捨て場で困ってるっていうのが実際の農家の姿です。で、一方で牛を飼ったりしてますと、糞尿がものすごく出ます。一頭の牛で、すごい毎日何十キロ、100キロ近く出る牛もいます。でそうしたものをどうやって、ですねまた環境に返していくかというのは非常に大きな問題です。で両方とも困ってるんです。でそれを私もう10年以上前に、農家の事業家のお手伝いの事業を、ずっとここ岐阜県では窓口としてうち の OKB 総研がやっておりまして、そこのお手伝いとしてお困りごとの解決の方法として提案したのがこれです。で、もみ殻と牛糞をブレンドしまして、それを発酵させますと非常に何ていうかですねサラサラしたもみ殻の堆肥ができまして、これが
今までは捨て場に困ってたものがホームセンターで売れる商品になりましたということが一つありまして、まあ、うちの農場ではほぼこれだけ使ってお米も野菜も作ってます、ね、はい、これか、ですね、あとまあ、いろんな、仲良しのとこが出てきまして、今日もここで お越しなんですが、某大垣の糸編の関係の会社とですね、農業体験なんかもやったりもしてましてですね、まあそんなような、仲間がいろいろ出てきまして、まあ楽しくやってますというようなことがあります。で、あと実はこの大垣の市場の中に加工所を作っております。で、そこで、やっぱり農業やってますといろんな、なんかね、なかなか、見てくれの悪いものとかいろんな出てきますので、そうしたものをですね、有効活用するために、特に冷凍にしたり乾燥にしたり、そういった加工を主にやっています。あとはいろんな、これ銀行の取引先さんからの、まあ、求めに応じて、例えばですけども、大規模な特養施設と、医療をやっている法人がありまして、まあ、そこのですね、トップがですね、農場をやりたいと言い出して、どこでやるんですかって言ったら、ここの駐車場を全部農場に変えてくれって言って、で、バーッとアスファルト剥がして農場にしてハウス建ててとかで、そこがですね、障害者の人というか、あとは特養のおじいちゃんとかも農業に触れ合えるようにしたいっていうんで、ハウスなんかもですね、車椅子が通れるように設計をしましたとか、そんなようなこともやったりしてます。で、あるいはある、これも病院なんですが、2階にリハビリのために車椅子で散歩するようなガーデンがありましてですね、そこが殺風景だから何とかしてくれっていうんで、ここにですね、果樹園を作っております。ポット栽培で果樹をいろいろ並べまして、例えばもう少しするとブルーベリーなんかになりますよね。で、ブルーベリーをつまんでどうぞ食べてくださいなんてやると、リハビリにもですね、励みにもなるんじゃないかというようなこともあったりするようです。で、これ先ほどミノロさんから紹介がありました大垣市との絡みなんかも交えてですが、まあ、先ほど紹介ありましたんで、まあ、詳しいことは申し上げませんけれども、ですね、こうしたことで、これ農場がどう絡んでるかというと、できた堆肥をですね、トラックで相当な台数、何十台もですね、農場の方に受け入れて、それを土に返す、そこで作物を作ってまた野菜を皆様にというようなことをやっております。はい、はい、これ後でですね、また、ここに戻ってくるような気もしますが、今日の本題に近いところです。生ごみの堆肥を、市民活動とひっつけて、まあ、製造をしております。で、この製造拠点になるのが、ここのですね、これ堆肥車と呼ばれるものを現地に建てました。で、スポンサーがいるんですが、そこの中で間仕切りがありましてですね、で、間仕切りの中、各間仕切りで、ですね、いろいろやり方は、生ごみ堆肥のやり方あるんですが、私どもは、お金をなるべくかけずに、持続可能性を高めたいということで、まあ、ここにも書きましたが、ですね、もみ殻、落ち葉、米ぬか、土、まあ、みんなただで手に入るような素材をですね、ブレンドしまして、水分調整を 60% にしましてですね、一生懸命かき混ぜましてですね、これが、ですね、非常にいい堆肥というか肥料になりますね。で、まあ、これを使ってみんなで、またですね、畑がこの隣にありましてですね、そこでいろんな作物を作って、まあ、それを活用しております。まあ、実際に
ですね、拠点になる、まあ、福祉施設がありまして、まあ、そこの方がの、障害者の人がですね、こういう堆肥の攪拌とかをですねやっていただいたりして、そこで売る野菜の、一部がその障害者の方のコーチになるというようなことに、なっております。はい。まあ、これは農場をやってまして、農場が一番の中にですね、加工場なんかがありますので、そこを拠点にして、まあ、いろんな生産者の方とか、組んでですね、まあ、出荷というかですね、加工したものを販売するというようなことをやっております。はい。先ほどの農業体験の話が出ましたが、これ何か分かりますかね。和さんじゃないですか。そうですね、これは綿です。昔まあ、大体着るものっていうのは自分で、昔でもかなり昔、戦前の話ですが、作ってた頃は、どこでも日本全国綿を作って、それを収穫して自分で着るものを作ると。で、実際にこれ植えてみると大変で、一旦ぐらいわーって植えても多分 T シャツ2枚ぐらいしかの分の綿しか取れないです。昔の人どうやってそんなことやってたのか分かんないんですが、本当に自分でやってみるとですね、いろんなことに気がつきます。で、先ほどの申し上げた青垣市のある企業さんと、衣食住のルーツ探検隊なんていうのをですね、やっておりまして、今も実は有権のサイトに、を通じてですね、募集中でございますが、そんなことでですね、まあ、農業の現場っていうのはいろいろですね、特にお子様のですね、いろんな、まあ、ことを気づいてもらう現場としてはいいのかなということも思ったりもしています。はい。ここからの、若干ですね、本題っぽくなりまして、皆さん堆肥とか堆肥が完熟しているとか、まあ、そんなような話をたまに聞いたりすることあるかもしれませんが、ですね、そもそも土っていうのは何かっていうと、土っていうのは大体岩石とかですね、砂とかが、まあ、こう風化してですね、だんだん細かくなっていったようなものと、あとはですね、そこでまあ生活っていうか生きてる植物動物の排泄物とか遺体などの有機物、とかが混じり合ったものに、いろんな生き物、目に見えるものと目に見えないものとありますが、そうしたものがどさーっとこう混じり合ってるものを土と言っています。で、私は堆肥のですね、修行にそれこそ10年前に行ったことがありまして、三重県の山奥の仙人みたいな人がいましてですね、そこに名古屋からでも3時間半かかるんですが、21日間通いました。で、自前でですね、21万も自腹切って払って堆肥の勉強しに行ったんですよ。で、そんな、まあ、マニアックなところに誰が来るんだと思ったら、それ東京からとか大阪からでもですね、徹夜してでもなんか車を走らせてくるような人もいました。で、やっぱりね、なんかすごい物好きが世の中にはいるんだなと思って感心したんですが、まあ、そこでですね、先生がおっしゃったことのベースがですね、やっぱり完熟って、あるいは土を育てるっていう言い方するんですね。で、どういうことだというと、まあ、そこの中にですね、土っていうのは無機物のようですけど、その中にいろんな生き物がいまして、特に目に見えない生き物が大事なんです。で、それが活動が活発になりますと、土の中がですね、水もちょっとはしょりますけど、水も空気も通りやすいけど保ちやすいっていう不思議な環境ができます。暖流構造なんていうんですけど、それがその結果としてはですね、なんか育ててもすごく育ちがいいような土になるとか、まあ、あれですよね、いろいろ
住みやすいというかですね、作物にとっても育ちやすい環境になるということになります。で、おまけにもう一つ言うと、肥料とかを特段あんまり入れなくてもですね、そこの中で勝手に循環するといいますかですね、そこで育ってたものがまた朽ち果てて有機物として分解されて土に還る。それを土壌の微生物が、無機化するっていうんですけども、植物とかは有機物のままでは吸収できないです、で無機物になった状態、分解バラバラになったやつを植物体が吸収するんですけども、それをやってるのが土壌の中の微生物なんです。で、まあ、そういうような循環ができますと本当に自然にですね、そのことは別に当たり前の話で、森の中でも草っぱらでも人間が手をかけなくても別にそれは行われています。しかしながら人間がやろうとしますと、大概は最初から無機物を与えます。肥料とか化成肥料とかバン、それは手取り早いですけどね、それをビュッと猫が吸収すればでかくなりますので、まあしかしそれでは、いろいろとですね、問題も起こるところがございまして、まあやっぱりそこでですね、有機物もですね、完熟したものを与えないとどういうことになるかというと、分解がしにくいんです、微生物が。そうすると土の中で腐ってしまうようなことになりまして、そうすると、まあ非常に微生物の生息環境としても逆に悪化してしまうようなこともあります。ですので、まあ、そこはちょっと要注意ですというようなことがありますと。はい、これなかなか読みにくい、手元の資料でも多分読みにくいと思いますが、大体こう私どもがやっている循環型の農業っていうのは食物連鎖と似たような関係にありまして、まあ飯を食いますと、まあ、生ゴミ、その残渣というかですね、生ゴミが出ますと。これがまあいろいろな形でですね、分解されて、分解者がいろいろいますよ。でかいものを分解する、目に見えないものもあって、さっき申し上げた有機物が無機化されて吸収されて作物が育ったりします。でまあこれはまあ一般的な植物連鎖と何ら変わるところがないんですけれども、まあこうしたことっていうのは目に見えないもんですからね、なかなかそういうことに思いも至らないんですが、そこをですね、なかなかやっぱり普段の生活してると、まあよく言われることですけども、なんでしょうね、そのスーパー行くとですね、いろんなものが並んでますので、例えばピーマンはどうやってできるのっていうと、スーパーになってるとかですね、そんな発想になったりもしますが、まあそこはですね、やっぱりですね、ベースになるようなものの循環っていうかですね、そうしたものをですね、今一度ちょっと考えてみることは意味のあることだと思ってます。はい、で生ゴミなんですが、生ゴミっていうのは非常に多くの種類の、食べ物の、まあ、残骸というかですね、そうしたものなので、これがですね、完熟、もし完熟できれば非常にですね、バランスのいい、まあ、微生物にとっては食べやすい、栄養食となると。しかし生ゴミっていうのは一面腐りやすいので、まあ、腐らないようにして管理しないといけないと。でこれの方法として、まあ、今日もですね、まあ、お見えなんですが、大垣市では段ボールコンポストをはじめとする、先ほどご説明がありましたけども、いろんな生ごみのですね、堆肥化のですね、ことをですね、環境市民会議さんを通してですね、いろんなことをやっておられますが、環境市民会議さんも段ボールコンポストはずっとやっておられますが、でこれでですね、これも一つのやり方なんですけども、とにかく腐らせないようにして管理して、それを使うということなんですけども、ここでですね、段ボールコンポストを、先ほどの入り口にもありましたけれども、これはいいんですが、完熟、中のものが完熟するかというと、そう、残念ながらそうではないところがあります。
で、そのためにはですね、やっぱり温度を上げて管理をする必要がありまして、段ボール1箱だとちょっとそこは規模が小さすぎて無理だというようなところがあります。でそこで先ほど出てきましたが、堆肥みたいなやつをこしらえて、でそこで、もうちょっとですね規模を拡大しましてですね、仕込み直しますと非常にいい発酵環境が整いまして、それで結果として、完熟堆肥ができるというようなことがございます。はい、ということで先ほどのところにちょっと戻りますと、これですね。でこれで、何が必要かというと、まずはですね、屋根がある、で壁がある、で下がコンクリートがいいですね。でというのはですね、水分コントロールをしなきゃいけないです。雨がザバザバ入ってくるようなところ、あるいは下から流れ込むようなところは良くないですね。あとは風がビュー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 吹きまくると、なかなか温度管理も難しいです。というのでこういうところはあればベストですけども、まあなくてもですね、最低限屋根があって、水が染み込まなければなんとかなります。まあそうしたところでもって、ですね、大事なことはですね、腐りやすいものと腐りにくいものをうまいことブレンドして、で空気と水を十分供給するってことなんですよ。でなのでこれもみ殻が主体になっているのは空気が通りやすいんですね。あとは ただだからっていうのもあるんですが、これは大事なことです。空気が通らなくなっちゃうと腐りやすくなってしまいますので、でここで腐るとか発酵とか言ってますけど、その違いって分かりますか？発酵と腐るって何がどう違うのか、中村さん分かります？どちらも同じ作用だと思います。さすがですね。人間にとって都合がいいものが素晴らしい、100点満点です。なんか桜のようですけど、すいません、そうなんですよ。人間にとっていいものが発酵で、悪いものが腐敗と言います。でそれは例えばカラスから見るとストライプゾーンがちょっと違うんですね。ちょっと腐っとってもカラスは大丈夫です。で大概の生き物っていうのは肉食動物なんかそうですね、大概主食は腐った肉です。で人間が食べると多分お腹痛くなっちゃうんですけど、彼らはそれが主食です。でそれはやっぱりお腹の中の菌の構造が多分違うんだと私は思ってますけど、まあそれはしょうがないです。なかなかカラスみたいに何でも食えるようにはならないんですが、いずれにしてもですね、人間にとっていいか悪いか、あるいは発酵がうまくいってるかいってないかってどうやって見分けたらいいんでしょうね。そしたらその後ろの素晴らしいですね。本当にこれそれなんですよ。匂いにつきます。でなぜかというと、匂いというのは人間だから生き物の生存に直結してます。匂いを感じる、まあセンサーは別として、その判断するのは一番脳みその一番奥深くです。五感の中でも一番その大脳皮質じゃなくて一番大脳の奥の奥です。でということは生きるか死ぬかのところに直結してるんです。ですから匂いを嗅いだ時に嫌な匂いってやつはいわゆる腐敗系ですよね。人間にとって有害だという。でまあまあまあそんなに悪くないんじゃないかってやつは大丈夫なんですね。でそれは別に人間じゃなくてもみんなそうです。大体匂いで瞬時にいいか悪いかを嗅ぎ分けて大体動物なりは生きてますもん。でまあそんなことで、私もね21日間山の中通ってひたすらもうパンツ一丁になりながら毎日いろんなもので堆肥を作りまして、手で水分を測る、匂いで、いいか悪いかを判断すると。で
21日目に卒業試験があって僕3回落とされましたけど、それでまあ何でも堆肥化できるってことはよく分かりました肌で。でまあそんなことなんで生ゴミも、決して堆肥化で腐りやすいんですけど、間違えなければすごくいい堆肥になります。はい。でそれで、ちょっと戻りまして、なかなか戻れない。の濃度ですね。で、温度を上げるのがなぜ必要かというと、温度を上げないとですね、病原菌が死なないです。で、あとは雑草の種も死なないです。大体なんか食べ物をなんか管理栄養士とか調理師さんっていうのは温度をどういうふうに一定温度をかけるかっていうのが大事です。そうでないと心温とか言って食べ物の中心に温度計ぶっ刺して、60度 C が 何時間以上とか、なんかそんなようなことで、大量調理をやる人はやってますけども、それは菌をコントロールするためですね。でこれも例えば大変ですとね、60度ないとまずダメです。60度がそれもですね、仕込んで2日以内に60度に上がらなかったらもう失敗するんです、どう考えても。で60度というのが24時間最低持続しないと死なないんです、病原菌などの雑草のため。で70度だったら3時間持続すれば死にます。まあそんな感じです。で結局だからそこのところを経ないと、まずは完熟化の第一歩は切れないです。で箱の中ではさすがにそこまで温度上がらないですね。なのでちょっと残念ながら、完熟まではいかないんですが、そうやってもそれがダメだと言ってるわけじゃなくて、ですね、時間をかければ完熟になります。例えば畑とかある人はそこの中にダンボールコンポストの中身を開けといて、しばらく、まあ、何ヶ月か置いとけば、だんだん完熟化していきますのでいいんですが、何でしょう、ちゃんと順どんどん次々やるためには温度が温度管理をしないと、完熟には持って出れないというようなことがありますということですね。でさっきのですね、大社の、鏡ヶ原市で、まあ、すでにやっております。でそこではですね、それに関心のある市民団体が毎月寄り合いを開いております。まあ、コマイルプロジェクトなんて言ってるんですが、ですね、これら今年の5月26日に新聞記者読んで大々的にやろうなんて今作戦を考えてますが、コマイルって別にそんなことどうでもいいんですけど、コンポスト、堆肥のコムとかですね、あとはなんだろうな、コミュニティとかコミュニケーションとかの、あるいは一緒にっていう接頭語なんですね、コムって。でまあそのようなのとスマイルを合わせたような造語なんですが、まあこんなふうにですね、堆肥の妖精ちゃんなんかもデザインしてですね、なんとかですね、まあみんなでですね、ここにちょっと読みますと、食べたものが堆肥になって、その堆肥から野菜や果物を育て、誰かが育てた野菜で料理をし食べ、笑顔が生まれると。その笑顔が再び堆肥につながって、そうして隣につなぎ、隣をつなぐと。で誰もが自分のできることにで関わってつながっていくプロジェクトですと。こういうのをちょっと今仕込みつつあります。でまあですね、こうしたことっていうのはなかなか実はやりにくい面もあります。一つはですね、ですね、堆肥というのが、じゃあ生ゴミというのがですね、ちょっと微妙な位置づけ。ゴミというのはの一般的にそうなんですが、ゴミっていうのは家庭の中におるうちはその家庭の所有物です。しかしゴミに出した途端行政の所有物になるんです。で例えばですね、生ゴミを出してあるやつ泥棒する人はあまりいないと思いますが、最近多いのはアルミ缶とかですね、
出した後ビューッと持ってっちゃう人もいるんですけど、であれは一般の泥棒ですが、生ゴミも一緒で、いっぺんゴミに出したやつを途中でインターセプトするとそれは泥棒ですと、まあ、そういうやりにくさもあって、でだからそう、あのどういうふうにやるかって言ったら、行政を介さずに家庭から直接その市民のつながりで何かやる分には別に大丈夫なんですね。でそうしたことをもうちょっと気をつけなければいけないんですが、ゴミは一般的に捨てればゴミ、分ければ資源なんて言われますが、ただ生ゴミの場合は分けただけでは使えないと。でそこで、完熟化まで持っていければ最高ですが、そうじゃなくても途中の段階でも時間をかければいい素材になりますということですね。で、そんなことでございまして、大垣市でもですね、いろいろやっぱり先ほどの冒頭の紹介もありました通り、非常にあの熱心にですね、あのそうしたところにですねバックアップをしておるというようなことで思っておりまして、鏡原でできて大垣でできないことはないなと思ってまして、でちなみにですね、鏡原って大垣と非常にライバル関係があるって知ってました？あの岐阜県で人口で一番なのが岐阜市ですよね。で2番目は大垣市なんですよ。で鏡原市は3番目。ただ十何年前までは工業品出荷額等っていうのがありまして、いわゆる産業の大きさを測る尺度なんですが、それがずっと大垣市がね、岐阜市なんかも飛び越えてずっと岐阜県下でナンバーワンだったんです。それがある時に鏡原に抜かれたんです。なぜかというと川島町っていうですね、なんか愛知県とか中洲みたいなところありますね、あそこを鏡原市が合併したんですよ。であそこにあるのがね、エーザイっていう、あんまり高いし、あの薬屋さんがあるんです。エーザイがね、すごく売り上げがあるんですね、やっぱ。それで決定しちゃった。で、これがね、悔しいことに、もう抜き返すのは難しいかなと思ってます。というのはね、皆さんご存知かどうか、地方症のなんか特効薬、アミロイド β をちょっとね、が蓄積するとアルツハイマーになっちゃうのってありますが、あれを除去してくれるっていうレカネマブという新薬をアメリカと共同でエーザイが開発しまして、それが12月からもう発売になってます。そうするとまあそれも非常になんか売れ行きもいいようで、なんか難しくで、私が言いたいのはそのレカネマブのお世話にならないようにしないと大垣市は鏡原に勝てないというところなんで、でお世話にならないようにはどうしたらいいかというと、一番いいのはですね、やっぱり体を動かして、フレイルにならないとかね、なんかそういうことありますよね。でやっぱりね、ちょっと考えてみますと、お年寄り、昔のお年寄りとかは多分ね、畑仕事やってる人多かったです。田んぼやってる人も含めて。でそうするとね、大概本当に死ぬ直前まで毎日ね、草取りやら何やらやってて、そんなに寝込まないです。でましてやボケないです。手先も手も動かしてるし、やっぱりそういうことをね、やった方がいいんだろうなってことをちょっと思っています。はい。でこれ別に宣伝でもないんですが、おけび農場っていうのはおからビート西の方にちょっと行って、養老鉄道を、ちょっと越えた鉄道沿いのところにあるんですが、でそこは大垣市のさっきの草木堆肥の受け入れとか、農業体験とかもやってます。で堆肥社も一応あるんですよ。鏡原ほど立派じゃないんですが、でそこで環境市民会議さんから段ボールコンポストの中身をちょっともらったりして、そこでまた完熟堆肥に持ってったりとかもやってます。で、私の今日のミッションはですね、この
生ごみを堆肥化する人が一人でも増えたらなというようなところでございまして、まあ、具体的には環境市民会議さんなんかがね、窓口になって補助金なんかも、まあね、あるようですし、で一応ね、この中身がね、今ね、高くなっちゃったんですよね。ダンボールコンポストの中身って大概普通はもみ殻くんたんつって、もみ殻を炭にしたものと、あとココピートって言ってね、ヤシ殻の、まあ細かく砕いてるんです。あれが輸入品でものすごく高くなっちゃったんですね。でなかなかちょっと広まる普及の障害になってます。でしかし我々はですね、その中身をですね、さっき申し上げたもみ殻と、米ぬかと、それからなんだ、落ち葉と土でもって自作してます。ただで作ってます。だから箱が、まあ、本当はね、買った箱でもいいし、別にそうじゃなくてもいいんです。それで中身は私どもの方で用意してますんで、興味のある人は箱持ってきて、中身ちょ、機材って言うんですけど、機材ちょうだいって言ったら、はいって、だから箱に入れます。でそれで家庭の生ごみを温めて、またうちのとこ持ってきたら、それでもってみんなの集めて堆肥にして、でそれをまあ欲しい人はあげますし、まあ、それがうちの方で、の畑で使って、またその野菜を、まあ、みんなで作っても面白いかなと思ってます。まあそんなことでですね、まあそういうことを鏡原で今ちょっとやれかかってるんですが、まあおかげでもですね、やれたら面白いんじゃないかなってなことをちょっと思ったりもしながらですね、今日は、こんな話をさせていただきました。なんか意外と時間がペラペラ喋っちゃって短すぎて終わっちゃうんですが、ここら辺でちょっととりあえず私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。